マセマニュースに入る前にマセマの参考書問題集についてお伝えいたします。マセマは完全数学主義です。マセマの参考書問題集の具体的な利用法は次の4つです。 1. まず流し読み。最初は公式や定理の証明など難しいところは飛ばしても構いません。 2,3 日かけて流し読みすることにより本の内容の全体像をつかみましょう。 2. 次に精読。数学にアバウトな理解は通用しません。講義形式の解説文を精読し、また与えられた問題の解答解説も精読して内容を完璧に理解しましょう。 3. そして自力で解く。マセマの問題は全て実力を大幅に伸ばす良問ばかりです。解答解説を見ずに問題を全て自力で解けるようになるまで頑張りましょう。 4. さらに繰り返し解く。一度解けた問題でも本当に頭に定着させ使いこなせるようになるには問題を繰り返し解くことが必要です。この反復練習により本物の実践力を身につけることができるのです。収録問題数が異常に多い参考書問題集ではこの反復練習ができないため、なかなか実力が伸びず数学の学習が難行苦行の数学になってしまうのです。マセマの参考書問題集で学べば高校数学も短期間に確実に楽しみながら大幅に実力をアップさせることが可能です。それぞれの読者の方に合ったマセマの参考書問題集は問題別に提示したサクセスロードを利用してご選択いただけます。マセマのホームページでも閲覧可能です。この後は今日のマセマニュースと読者の皆様からのお便りのご紹介になります。ぜひご覧ください。日頃マセマの参考書問題集をご愛読いただきありがとうございます。今日のマセマニュースは大学生の皆さんに向けてのお知らせです。これから始まる後期試験の対策として大学基礎数学キャンパスゼミシリーズ、演習大学基礎数学キャンパスゼミシリーズ、および大学基礎物理キャンパスゼミシリーズ、演習大学基礎物理キャンパスゼミシリーズを使用して勉強することをお勧めいたします。これらのシリーズは高校から大学への橋渡しをする参考書演習書なので、高校のレベルよりもワンランク上のレベルまで実力を伸ばすことが可能です。またマセマ流の詳しくて分かりやすい解説により短期間に楽しみながら最も効率よく確実に実力を身につけることができ、試験を突破することが可能となります。最後に学力に自信がある方はキャンパスゼミシリーズをどんどん勉強していってください。ぜひマセマの大学基礎数学物理シリーズを使用して効率よく勉強していき、後期試験に備えましょう。日頃マセマの参考書問題集をご愛読いただきありがとうございます。これから読者の皆様からのお便りをご紹介いたします。はじめから解ける数学3問題集を購入された高校生兵庫県の MT さんからのお便りです。予習をしようと思ったけど家にある問題集は分厚くて難しそう。そんな時に書店で見つけたマセマの参考書に惹かれました。だいたい半ページから見開き1ページで完結していて、忙しい高校生活の隙間時間にパパッと取り組めました。ご購入ありがとうございます。初めから解ける数学3問題集を購入していただいた方は、まず反復練習をしていただいてから元気が出る数学シリーズ、元気に伸びる数学問題集シリーズを購入していただいて、またもっと成績を上げたい場合には合格数学シリーズ、合格数学実力アップ問題集シリーズを購入していただき、反復練習をしていただきますと偏差値をアップさせることが可能となります。微分積分キャンパスゼミ、線形代数キャンパスゼミを購入された大学生茨城県の YT さんからのお便りです。
試験対策のために買いました。教科書とは比べ物にならない分かりやすさで驚きました。ご購入ありがとうございます。微分積分キャンパスゼミ、線形代数キャンパスゼミを購入していただいた方は、まず反復練習していただいてから、ベクトル解析キャンパスゼミ、複素関数キャンパスゼミを購入していただいて、反復練習をしていきますと、定期試験等で高得点を狙うことが可能となります。演習統計学キャンパスゼミを購入された大学生、広島県の KH さんからのお便りです。統計学を一から学び始めたので、どのように勉強を進めていいのか分かりませんでしたが、マセマのおかげで基礎からバッチリ理解することができました。演習統計学キャンパスゼミを購入していただきありがとうございます。ご購入していただいた演習書を繰り返し読み進めていき、引き続き理解を深めていってください。また、他のキャンパスゼミシリーズも購入し、反復練習することによって、院試等で高得点を狙うことができます。合格数学 2B 実力アップ問題集を購入された高校生長崎県の AY さんからのお便りです。数学アレルギーでしたが、初めから解けるシリーズから解いていくと少しずつ数学力がつき、今では数が楽しいの数学になりました。第一志望校は9位なので、合格できる学力をこれからもまだまだマセまでつけていくつもりです。よろしくお願いします。ご購入ありがとうございます。合格数学 2B 実力アップ問題集を購入していただいた方は、まず反復練習をしていただいてから、合格数学3、合格数学3実力アップ問題集を購入していただき、また難関大を受験される方は難関大数学シリーズを購入していただいて反復練習をしていただきますと、より偏差値をアップさせることが可能となります。電磁気学キャンパスゼミを購入された大学生千葉県のAS さんからのお便りです。公式の証明やそれに付随する定理の証明が記載されているところや、演習問題がいく数問あるところが程よい、また解説が事細かく説明されているので理解がしやすい。ご購入ありがとうございます。電磁気学キャンパスゼミを購入していただいた方は、まず反復練習していただいてから熱力学キャンパスゼミを購入していただいて反復練習していきますと、さらに理解を深めることができます。